どうも皆さんこんにちは、こんばんは、リュウです。今回もデッキ紹介やっていきたいと思います。さあ今回はですね、新しいね、これはログイン報酬考えちゃって、選べるなんかプレゼント報酬みたいなので配られましたよ。ついにですよ、デュエルリンクスにイダテンが3枚積めるようになりました。サイバーエンジェルイダテンが、ということで今回は機械天使イダテン3枚目記念しまして、機械天使デッキやっていきたいと思います。イダテン弁天という皆さん、まあワードというか流行語大賞に選ばれそうになったデュエルリンクス界最強の、まあ、ワード、イダテン弁天という言葉ご存知でしょうか。イダテン弁天どういう、まあ、コンボかっていうと、弁天をリリースしてイダテンを儀式召喚するという、ことをイダテン弁天って、まあ、そのまんまなんですけども、まんま言うんですけども何のひねりもございません。でサイバーエンジェルイダテンは特殊召喚に成功すると儀式魔法カードを、自分の、墓地かデッキから、手札に加えるよという効果なんですよね。で弁天は、リリースされると、デッキから天使族光属性モンスターを手札に加えるよという効果なんですよね。だから弁天をリリースしてイダテンを出すと儀式魔法と、天使族光属性、だからまあ儀式モンスターでもいいし戦時ゴッドとかでもいいんだけど、この辺のモンスターを持ってこれますよという、まあ、そういうね、まあ儀式って結構消費が激しいんですけど、消費をカバーできるというか、その儀式召喚するだけでやっぱ儀式モンスターと儀式魔法を持ってこれるよという、まあ、そういったすごい強力なギミックになってるんですよね。で、イダテンはリリースされると、自分の儀式モンスターの攻守が1000ポイントアップしますよっていうすごい脳筋の効果を持ってるじゃないですか。だから今のこのなんかすごい粉砕ありき環境みたいなので、やっぱそのダキニとか、イザナとかの攻撃力が3500とか3700まで伸ばせると強いんですよね。結局この2700がと2500って打点が低いから弱いわけで、これが1000アップしたら結構強いモンスターになるんですよ。でさらに、機械天使の儀式も今回は入れてるんで、サイバープチエンジェルはあまりにもリミットがきついので入れられませんあとデュエルリンクスはリチュアルチャージもまだ来てないので、機械天使の儀式をなんとか入れて、でダキにもなんとか入れたいとなるとこうなるんですよ。こことここ1話ずつしか入れないっていうリミットきついけどね。まあでもこれやってて思ったんだけど、これリミットきつくてよかった。強い、普通に機械天使やっぱりそのイダテン弁天ができるとやっぱ強いから、普通に強いから。あとまだナーサテイヤとか、プッシングとか機械天使ってまだ先にいろんな儀式モンスターが控えてるんですけど、もう強いから、これはね、リミット多分解放されたらやばいことになるんで、まあ、これはこれでありなんかなっていう感じはしてますね。使ってて思いました。で、まあ、説明しておくと、一応、あとの、ダキニはまあいいか。ダキニはまあモンスター除去っていうね、相手にモンスターを食らわせるっていう効果で、これみんな知ってるんじゃないかな、これは。で、イザナが新しいカードなんで一応説明しておくと、やったけどね、これ一回機械電子こいつ出た時にね、このカードが儀式召喚に成功した場合に、相手は自分のフィールドの魔法トラップカードを1枚を墓地で送らなければならないと。だから、イザナは、ダキニの魔法トラップ版みたいな感じの捉え方でいいです。で、このカードの攻撃で、相手モンスター破壊して墓地を送ると、もう一回モンスターに続けて攻撃できますよ、という。まあ、キメラテックオーバードラゴンみたいな効果ですね。モンスターにしか攻撃できないけど、なんか2連打とかができますよという感じです。で、1ターンに1度自分のフィールドのサイバーエンジェル儀式モンスターが、対象に取られた、相手の効果によってね、対象に取られた場合に、自分のその向こうにはしないんだけど、自分の墓地の儀式モンスター1体をデッキに戻して、フィールドのカードを1枚選んで、対象取らずに破壊するという効果があります。まあ、これおまけではあるんですけど、例えばですね、打天使のディザイアってわかりますか？なんかその対象にとって、まあ、相手のモンスターを墓地に送るつつ自分の攻撃力を1000ポイント下げるみたいな、ああいう効果のやつは、あれ結局その攻撃力が1000ポイント下げて、墓地を送るっていう効果なんですよ。だから攻撃力が下がんなければ墓地を送られないんですね。だから例えばディザイアでイザナに対象取られたってなったら、イザナの効果でディザイアを墓地を送ると1000ポイント攻撃力が下げられないから、こいつでやられないんですよ。要はその不発になるっていうか、効果がこれね、こういう効果も結構あるんでね、
強いは強いんですよ。まあ、無効にはしないから、まあ、可愛いとかあるんだけど、こいつもね。まあ、で、破壊する効果とかだったら、まあ、機械転生を儀式で守ればいいし、みたいな感じになってます。で、儀式カードとモンスターをかなり多くしてるんで、厚くしてるんで、サーチカードがあんまりやっぱね、そのマンジゴットとか、あのデビリチャルとかっていうサーチカードが、デュエルリンクスにはまだないから、だから、結局この辺のリチュアチェインとか戦場ごとでやるしかないんですよね。だから、あの儀式モンスターと儀式魔法をある程度多くして、まあ、素引きできるようにしてます。サーチじゃなくて。で、一応この自信深き機械天使っていうのが、あの、サイバーエンジェルモンスターを一体リリースすると2ドローして1枚で戻すよっていう効果があるんで、これで、まあ、あの、弁天をリリースするとすごい強いから、あと、まあもちろんね、イダ天をリリースしても1000ポイント超える上がるんで、儀式モンスターのね。だからまあ、この辺のカードを2枚ぐらい入れていって、あとは儀式魔法ですね。絶対儀式とか、精霊の祝福とかを入れてます。で、スキルがレベルコピーですね。あの、レベルコピーしとくと、基本的には、今度8モンスターを出しやすくなる。これレベルコピーしないと、あの、サイバープチエンジェルがいないから8出ないんですよね。なかなか。というわけで、早速、機械天使、やっていきましょう。ソルティアですよ、こいつも。ソルティアです。どっちかっていうと、デッキカテゴリーはソルティアに入る。デュエル、スタンバイ。さあ、お相手の方、ジャック・アトラス選手、よろしくお願いします。デュエル、スタンバイ。よし、イダデン弁天ができるぜ。これやっぱやりやすくなりましたよね。そのまあもちろんね、儀式サーチカードはないですよ。儀式サーチカードも儀式モンスターサーチも確定はね、リチュアチェインとかああいうのはしかないからあれだけど、だからここでイダデン弁天ができる確率が上がったんですよ、初手で。ってことはですよ、要は2回儀式が行える確率が高くなった。つまり3500の、イザナもしくは3700のダキニが立てやすくなったということなわけですよ。つまりこれはね、非常に嬉しい機械ですよ。儀式の方を持ってきて、これ破壊耐性もつけておくと、先行だったら、レベルコピーしましょう。まず先行やったら、あ、でもこれあれか、イダテンリレーションみたいな、まあいいか、レベルコピーして、でこうして、ちょ、イダテンリリースしてもよかったの、まあいいや、機械天使の儀式発動。機械天使の儀式によって俺様はレベル8になったらサイバーエンジェルイダテンをリリースし現れよ、機械天使サイバーエンジェル。イザナの効果は特にない。そしてイダテンの効果によってこいつの攻撃が3500になるぜ。そしてイザナは対象に、自分のフィールド上のサイバーエンジェルモンスターが対象に取られた場合、墓地のサイバーエンジェルモンスターをデッキに戻すことによってフィールド上のカードを破壊する。カッコ無効にはしない。カッコ無効にはしない。ここ大事。まあ一応ね、破壊だったら、あの、機械電車の儀式が今墓地にあるんで、あの、耐えられますんですよ。1回だけ、1回ね。打天使の階段いいでしょう。打天使、皆さん、打天使デッキって何が強いか分かりますか。何が、どのモンスターが強いか。もちろんこのイシタムとか、イシュタムとか、あと、マスティマとかは強いですよ。でも一番強いのってディザイアでしょ。結局ディザイアなんですよ。あの、フィールド上の、モンスターなんか、相手のモンスターを1000ポイント攻撃力をダウンさせて、なんか墓地を送るみたいな、対象に取ってね。これ実は攻撃力が下げられないと勝利できないんですよ。攻撃力が1000ポイント下げて、相手の墓地、これできたでしょ。これが、だから粉砕だとあれだけど、ディザイアの効果でどれですか。それですよね。だからこれでイザラの効果発動。イザラの効果は墓地のサイバーエンジェルモンスターをデッキに戻して、そのフィールド上のカードを1枚破壊します。これによって墓地で送られないんですよ。勝利できないから、1000ポイント下がんないから。どうですか。まあ、あのテスカがね、あのいたらやばかったんですけども、手応えがないですね。伊達院さん、どうしました。環境トップじゃないんですか。さあ、お相手の方、社長、よろしくお願いします。デュエルスタンバイ。よーし、なかなかいいぞ。手札はいい、あとは成果が得られるかどうかだ。これな、リチュアチェインを召喚して何の成果も得られませんでしたってなるパターンは結構あるからな。まああんまないですけどね。あの、こんだけ儀式モンスターと儀式魔法入れてるとあんまないんですけど、たまにあるんですよね。すげえ超融合されそう、すごい超融合させそうな、スリーブ。アロマか、珍しいな。アロマなんか珍しいな。あんまりいないですね、もう今や。まあ、結構無課金御用達みたいなテーマではあるんですけども、リチュアチェインを召喚し、リチュアチェインの効果発動。やめろよ。
そこ止められたら俺何もできないんだよ。きっつ、しかもローズマリーの効果で守備表示になる。やばっ、おい、さっきんねこいつ。やばいやばいやばい、なんだかんだやばい、これは。ちょ、この初動止められるときついんだよな。弱点はですね、まあ初動を止められるのが一番やばいですね。あとは、サイレントマジシャン、それからパラディンとか、あの魔法止めてくるやつね、ああいうのがマジでやばいです。あれマジでやばい、ほんとあれは本当死ねって思いながらデュエルしてるから、サイレントマジシャンが出てきたら本当にマジで本当死ねって思いながらデュエルしてるから。ああ、なるほどね。そこでも言うてても打点しないけどね、今打点しいなくない。あ、まあ、打点は高えな。そして打点は高えな、おい、ソリ守備表示なんだ、なるほど。あ、まあ攻撃ライフポイントを取らなくてもいいということね。面白いですね、打点しアロマみたいな感じなんでしょうか。まあ、回復するからとかいうことなんでしょうかね。まあ、とりあえずリッチャーチェインのここで何の成果も得られていく、何の成果も得られていく。そしてまあ、どうでもいいや、このこのどうでもいい。そして精霊の祝福の効果のを発動。俺様はサイバーエンジェルイダテンをベンテンをリリースして特殊召喚するで、これがイダテンベンテンだ。知ってるかカイバー、これが一世を風靡したイダテンベンテン。デュエルリンクス2017年流行語大賞になったイダテンベンテンってやつだぜ。ベンテンの効果発動、ベンテンの効果によってリリースした場合デッキよりなんか青いモンスターを持ってこれるぜ。そしてイダテンの効果によって儀式魔法を持ってこれる。さらに俺様は儀式魔法発動、機械天使の儀式、機械天使の儀式によってサイバーエンジェルだけによ、サイバーエンジェルイダテン、そしてサイバーエンジェルベンテンをリリースし儀式召喚、現れよサイバーエンジェルダッキリチョリース。そしてダッキリの効果発動、さらにダッキリの効果にチェンジ、ベンテンイダテンの効果も発動、さらにベンテンの効果も発動、これがダッキリイダテンベンテンコンボ。これによってデッキより光属性転属モンスターを持ってくれる。ここはイザナでいいんじゃないか、ここはイザナだな。そしてイダテンの効果によって儀式モンスターの効果者1000ポイントアップし、ダッキリの効果によっててめえが自分自身で自分のモンスターを墓地に送れ。いけーこれーこれー、まだ死なないか、くそ、粘るのあいつ、なかなか粘るじゃないか。ターン終了、ダキリの効果発動、ターン終了時墓地の儀式モンスターもしくは機械大使の儀式を手札に加えることができるぜ。これがアドバンテージのさ、爆破動。やべえ、全然違うチャンネル出た。まあね、ダッキリさんは墓地間の回収効果がマジ爆発なんで、さあ、なかなか耐久力あるじゃないか。でスペルビアの効果で転職モンスターを得しようか。ああ、いいだろう、なかなかいいじゃないか、デッキトップ強かったな。ただ守備表示なし何になるんだ、横バックで墓地に打点シカードを送ったところ何になるんだ。スペルビアは墓地の魔法トラップ、打点シ魔法トラップカードの効果使えないと。そしてダッキリが存在する場合、儀式モンスターの攻撃でてめえのモンスターの守備力をこのっちのモンスターの攻撃力が超えた分だけ貫通ダメージを与える。残念だったな、ガイバよ。何を送ったところでてめえの死は変わらねえ。お前の未来は絶望に満ちている。はん、イシタン。なんでイシタン送ったんだよ。俺のドロベイツ、ドロ。そして、精霊の主婦、強いな。スキル発動、レベルコピーだ。俺は。これは、どうしよう。イダテンリリースしてもおもろいな。イダテンリリースしてもおもろいな、これ。リチュアチェイン、あ、でもリチュアチェインかな、リチュアチェインですかね。これで、ね、銃になんないんですよね。あ、お、お、おん、対戦ありがとうございました。さあ、お相手の方、光る旅の亀さん、よろしくお願いします。ユーリサバイ、イダテン弁天はできるぞ、イダテン弁天ができるぞ、楽しいな。もうイダテン弁天ができるだけ楽しいですけどね。機械天使はこれが決まるということがもう、大前提として、やっぱり機械天使が回ること、回る機械天使デッキが回るのの、まず光る旅の交換、やべえ、あ、サイマジ言うてたら出てきたやんけ、サイマジやめろ、言うとるやろマジで、サイマジやめろ。ちょっと儀式魔法を重ねかけできるかどうかな、とは、儀式魔法を重ねかけできるかどうか。サイレントマジきついな、うわー、よし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 、ですね、先にこっちでいいか、絶対儀式発動、機械電子の絶対儀式によって、さあ止めろよ、止める、まあでも知ってた知ってた、それは知ってた、
ビリ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 って分かってたんだよ。もう一枚やるぜ。機械天使の儀式発動。機械天使の儀式の手、俺は手段のペンテンをリリースし、リンネのパーシアス、うぜーうぜー、なんやこいつ、はぁ、ふざけんなよ、もう、ざ、地獄だな、これ、本当に。地獄じゃねえかよ、こんなもん。ふざけんなよ。ふざけんなよ、マジで。じゃこいつ。なんやこいつ。